そうですね。今度はこの後ろから来た足に体重乗せてね、ぎゅーって逆を見る、当たり、はい、1、2、ごめん、2人して逆方向に行ったら俺が回ってるのを見たらいいでしょ。1、2ってなるでしょ。この2人で回ってて、そしたらぐるーって回して足を上げて1、2、3じゃない。この 2の足が相手の真下に入って、これがシーソーの支点になる足だから、これがこの1の足の手前で止まっちゃってたら、足絶対上がんないね。この1の足を同じ位置、この中心に持ってきて、ここからここの使って、シーソー。人事の求めた体幹、あ、もうちょっとこっち来て、
どん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 こっち来てる。水飲みっからくるくるしてね。だけ上げたでしょ。相手をこっちにシーソーで投げる技だから、足を後ろに上げると相手の重さもあるから絶対上がらないで。ダンスなんかになっちゃう。だからって言ってこう言って自分で頭から突っ込むと首痛めたりするんで。それは子供も大人も全部危険行為で、不可抗力であっても反則。その後の試合も出れませんよ。厳しい。危ないのは頭から突っ込んで、二人分の体重で、後ろの人もこうくっついていっちゃって、何にもない状態でここからこう突っ込んだりするから。これ昔からね。前に傾けて、そのために手を作る。体重移動するために手をちょっと前に。そっちなるわ。クマの方に足を上げる。クマの方に足を上げる。そしたらまた3、2、1で戻す。大きな上げた足はこう戻す。こう上げて、こう戻っちゃう。右足が最後にはちょっと半歩前に行ってなきゃいけない。1、2ってこう回さなきゃならないから、こうバーンって攻撃して戻ったら、ここまで触ると体重を後ろにやってるから、もう一個動作が必要になる。今度攻撃に行く。
ハーブで入って戻ったら正解だよ。ここより下がるんです。ここに壁があるんです、うん、下がってもここから入ってこさせて、でみんなね、後ろ休めになると相手が押されて通れないようにするんだよ。こっちに出れない。そのために下がった時に必ずここで相手がこれ以上止めておく。前でやっておきます。こういう感じ。かわいそうなったの。ここでこう見せる。ここでこうできて、こうやって押し込む。して下がったらやられちゃう。ある下がったらここに飛び込まれちゃう。体重が向こう行ってるし。押して押して押してきて。お尻ドーンって言って膝こうこう、こうそのためにさっきちょっとパパ必要なこれで踏ん張るわけ。チョキって踏ん張るわけ。できたら足ずらしてよ。島が右の場合で左の一つになると必ず立ててやるからこうなっちゃう。こういう形が多いのにこうやって押されてたらこうやって足を出す。左手やるときは本当にこう壁を作ってこっちに来させて膝をそう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 こうしてそうこう引かない。寄せてるんだけど、うん、そう、こう、カフェ、できねえな、好きじゃん。40年やってんだけど。もうそういう気になる。常にこう、いちいち伸びきらない。相手がちょっと引いたら、そこに飛び込む。しくらまんじゅうしてみて。体が動いてくれないのに、まあ、それも少しずつやっていくとどっかで点が線になってつながってスムーズに動けるようになるから、たくさん動く。膝を腰を落とすって言われる場合は膝足首つま先で少しずつ曲げて重心を落とす感じで、で、で、前に出す重心は頭は傾くとそっちに倒れちゃうから真下に常にこうここに来る。それで技かけるときは入ったときにこの頭の重さで足にし引き起こす。日本勢の仲間は実際は足を上げてないけどこう上げるようにつもりになる。そうすると体重が移動しやすいんだけど、それやると結構怪我する場面があるからちょっと、ね、教えたいんだけど、そこだけ理解